このモンゴロイドの誕生でありますが人類はが世界に広まる過程において地域へへの環境へ適応していきますまたその、えー、と地域での交流あるいは婚姻というふうに呼びかえってもいいかとは思うのですがその結果 DNA あるいは形式的な特徴を発揮するようになりその一つの大きなグループがモンゴロイド。 であったアジアの環境に適応した人類がモンゴロイドであったというふうに考えていただいて結構であります。モンゴロイドの,の特徴を示す遺伝子でありますとか、ケースについては後で申し上げたいと思います。このモンゴロイドという名称はヨーロッパ人、ヨーロッパの人類学者がモンゴルにおいて発見したことからモンゴロイドというふうに言われた。めに、今はそれを東ユーラシア人。 南北アメリカ人人太平洋人というただしそれらどれもなかなかどれが一番良いのかというのは難しいことなのでそれら全部を含めてここではモンゴロイドという呼び方をするということに統一をしておきたいと思います。